私からのお願いはたった一つ、玉上俊夫さん、玉上俊夫さんにこちらにいらっしゃる皆さんにぜひ一票投票していただきたいと思っております。秋葉原駅前をご通行中の皆さん、私には関係ないとか面倒くさいとか、都知事誰がなったって一緒だと思っている人がもしいらっしゃいましたら、温かいお茶を一杯おごりますので、どうか足を止めて私の話を聞いていってください。今の前半部分は嘘です。いや、話を聞いてほしいのは本当なんですけれども、お茶はおごりませんが、明日の2月9日東京都知事選挙、どうかどうか玉上俊夫さんへ清き一票をお願いしたいわけなんでございますけれども、それはなぜか、たくさん理由があるんですけれども、まず私の立場から言わせていただきますと、玉上俊夫さんは私たち女性の味方なんです。そして玉上俊夫さんは子育てを頑張るお母さんたちの味方です。専業主婦のお母さんも、パートタイムのお母さんも、共働きのお母さんも、それからシングルマザーのお母さんも、あらゆる環境のすべてのお母さんたちをサポートしようという気持ちでいらっしゃいます。お母さんたちだけではありません。もちろん子どもたちのことも考えていますし、おじいちゃんおばあちゃん、そして中小企業で働くお父さんたちのこともよく考えていらっしゃいます。口先だけではないんです。玉上俊夫さんほどこんなにすべての東京都民のことを考えていらっしゃる方は他にいらっしゃいません。そして私たちが仕事をして、家庭を築いたり、恋愛をしたり、遊んだり、歌を歌ったりできるのはなぜか、それは普段の安全管理、安全な暮らしがあるからこそなんですね。この玉上俊夫さんは危機管理のプロフェッショナルです。30年以上の自衛隊での経験を生かして、突然の災害、大地震に備えられるのはこの玉上俊夫さんただ一人でございます。裁判をやったって人の命は救えません。原発やめたって人の命は救えません。だけど迅速にすぐに自衛隊を派遣することができれば、救える命がたくさんあるんです。東京にかなり高い確率で来ると言われている首都直下型地震、この危機に対する備え、これをしなくては日々の暮らしも楽しい毎日も将来の夢もへったくれもありません。まずは私たちの暮らしを責任を持って有言実行で守ってくれる、その資質もあり実際のノウハウもお持ちの玉上俊夫さんにこの大都市東京を任せてください。皆さんよろしくお願いします。明日2月9日東京都知事選挙、玉上俊夫さんに投票してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に可愛らしい声なんですけれども、力がありますよね。心がこもっていました。皆様の心にも届きましたでしょうか。さあ、それではですね、お集まりの皆様に こちらもですね、皆さんの心に響くんではないかなという、そういったお話をさせていただきます。ご紹介します。応援弁士、特定失踪者問題調査会代表を務めていらっしゃいます荒木